加工箱の中身、火打ち石とてっぺん、消し積みなど、中世に使われた火打ち金加工箱は、火打ち石、火打ち金を使う、火花式発火法で火をつけるための道具一式が入った箱。加工箱は、発火のための道具一式が入った箱である。箱の中には、火打ち石や石英、チャート、プリントなどの角のある硬い石片、火打ち金と呼ばれる、鉱鉄片。 小さな火花でも点火し火種を作る加工。火種を炎にする用付け器などが入っている。加工が収められる区画は他の道具とは分かれており、火種を押し潰し空気を遮断するための落とし蓋がついていることが多い。携帯には、ひきり袋やひきり毛が使われた。火を起こすには、火打ち石と火打ち金を打ち合わせて火花を飛ばす。その火花を加工に落とすと火種ができる。 ある種のキノコやクチキ、アサや木綿などの消し摘みのほか、アクや硝酸カリウム溶液などで処理した植物の綿毛やキノコなどが使われた。火種につき木の先端を押し付けると、先端の硫黄が発火し、軸木に着火する。ありがとうございます。